じゃあもうトンちゃん復活の時は近し？近し。見せてください。うわあひどいぞこれ。一応人間もマジでこれだけ言えるわ。素だ。一応人間もそういうなんか裏かってますね。うん。本当にいいぞ。そういうやつも使わないし相手死んでるじゃん。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。トンちゃんお帰り久々ですね。お久しぶりですね。1ヶ月ぶりかね。笑い話にしたかんけど、ケンちゃん事故で今入院しよう。え？腕がもうすごいんですよね。腕ぐちゃぐちゃらしいっすね。うわ、やばいでしょ。大丈夫っす。もう一回もう一回。肉えぐれて骨が出た。もう一回。見せてください。うわーひどいぞこれ。うわ痛そう。もうこの時点で痛そうですもん。痛いわ。痛そう。うわ痛そう。痛いなこれ。やばい。18禁やこれ。え本当に。うわすごい。うわ。なんかここまで見た。あここだけじゃないの。じゃあここの肉をこう切ってここの肉を。取ってこっちに持ってきた。ここ皮、あれここに皮がついた毛が、この毛たちはここに入るんだけど。そう。マジで。笑い事じゃないんですか。面白い。ここまでちゃんと映るんだね。だってでもこれは伸びてこんよ、もう多分。あマジ。それはそうでしょう。毛は死んだんだ。だってこれこうぐつねって。そう触れない。痛くねえ。そう。いやもう痛そうなんか。あこれなんか入ってない。入ってないこのさ骨。この肉？めちゃくちゃ硬いでしょ。この肉？を皮だけ取ってないから、うわ肉をガバって取って、ね痛そう。これなんだ。なんかここからグバって切って、うん、これをこのままペロンってやったみたいな感じ。あ裏返したの。そう。裏返したら毛生えてくる。ちょっとこの。うわこういってこうか。うん、これがあるもん。これが伸びないもんで、こう曲がんないんだ。だってここもなかったの。怪我しとった。だってこうボコってえぐれとったで。あ肉ごと持ってたか。うん、痛そう。うわ待ってください。ここまだずっと腫れとんの、ほら。え？ほんともうパンパンやん。うん。ティーラヒルやん。だね、この。痛そう。これが、突っ張ってさ。うん。これじゃ伸ばらんの？鳥肌立ちましたもん。だからずっとこれしとかんと、なんかみんな見る人が嫌な思いするじゃん。毎日これはして、人に会うの。なんか見て、どうしたのってなるの。まあ、やりたいしって。なるほど。あまりにもひどかったら、うん、このあと3ヶ月経ったら下の肉もまたもう一回切ることができるんだって、うん、そしたらきれいに再建、うん、手術みたいなできるんじゃないじゃない多分、うん、でももうここら辺がさ感覚がないんだわ、うん、そういうの治ってくるんじゃないいやこれはならんでしょ。どうするんですか仕事は。スパンは戻ってほしいだけどそれはまあみんながいやドバに折ればいいじゃないですかって言ったけど、うん、まあ今現場も出れんもんね。あなたも喋っとんの何回か。その時にリュウジにはその時に喋ったの、うん、ショーにも言ってもうドバには戻らない、まあ、で仕事知り合いとか同級生とかの勉強さんとか、うん、いろんなところに回って、うん、まだ取れてないけど、うん、そこで仕事を持ってきてそういうのをやって、うん、つながってはいこうかなと思っとるので、うんうんうん、なんで足場の営業ではなくて足場足場を取って、うんうん、あで塗り替えとしょ、はい、ってとか、うんうん、営業活動で、うん、それができるかできんかは、うん、で今現状さ変な話そこでやってるから、うん、で何個か取ってきたら、うん、お金ちょうだいって言えるけど、うん、それで取れたら話をすればいいだけの話だもんね。覚悟したら仕事を取れるんだよ、うん、ちょっと飯こかんから来よ私ぬるいわケンさん言われちゃったじゃないですか飯こかんかい来よかなじゃん確かに結構しっかりした、ね、足場さんも来てた、まあ、それ一歩来よんじゃない、うん、出る仕事って、まあ、みんな困ってるから出してあげるじゃないしね建設業は特にでしょ人が足りんもんね仕事はあるんだけど人が足りんっていう方が多分多いから足場やら特にね、やる子がいない、本当に足場なんだ。人材不足だよね、この業界は。まずは動くことだし、でも慣れじゃん、仕事なんかね。俺らも最初から何千万の仕事とかビビっちゃうけど、俺もなんかほら、もうしょっちゅうそういうね、大きい物件になってるもんで、慣れとるし、社員もレベルがそこまで上がってるとね、さばける力があるから。この間、ショーにもあるじゃん。なんて俺の後輩が、仕事を持ってきたんだ。うん。あ、仕事振ったの。持ってきて、うん、塗り替え、うん、一式全部やってほしい、うん、そいつも自分の家をやるんじゃなくて仕事を持ってきて、うん、自分にノウハウがないので、うんうん、塗り替えと足場、うんうん、そいつは鉄骨屋さんだもん。あ、で知り合いから声かけられたのもあるもんね、うん、で俺じゃあ
ペンキの塗り替えもわからんもんで、カイ君紹介して、カイ君の連絡取り合ってたの、それが一回ポシャって、次にまたそういう仕事が舞い込んできたみたいで、たまたまそいつからやっと一件くれました、インスタかなのストーリーかなんかに撮って、見たら塗り替えどうしようの看板が出とるで、これ撮れたんだと思って、あ、うちがやっとるんだ、ケンちゃんの知り合いでしょ、そういうの現場行ってきたりさ、仕事覚えとくやん、俺だってさ、ちょっとそんなことは全くわからないけど、これやろうと思えば覚えるじゃん、振りだけじゃやっぱ全然自分に力がない。知識がないと人って頼まないと思うね。でもやっぱ俺知識があるからやっぱ酒飲むとだねって塗装をこうやって悩んでんだわ、ちょっとじゃあ家の写真見せて、まあこれぐらいかな、うちだったらこれぐらいだよ、でハウスメーカー頼むとこれぐらいじゃないとか、でこれぐらいだともうちょっと信用しようがいいよとかアドバイスしてあげるじゃん。でこれシーリングはこういうふうにした方が絶対いいって、見積もり見てこういうのが入ってなかったら絶対見た方がいいよとか、それって今できないでしょ。まあ確かにね、だから結局聞いてみるわ、そうそうそう、それってもう本当のもうブローカー中のブローカーじゃん、右から左から左のブローカーじゃん。だからやっぱブローカーってやっぱ俺いい意味で稼いでる人っていっぱいおるけど、知識でも半端ないし、ネットワークも半端ないし、付き合いとかそれに特化して動いてるじゃん。俺それがすごい大事なものやからと思うから、現場のうちなんか何もでもあるし、営業投稿させてよって、こんな坊主頭が来たら怖いけどな。何これ、いやいや、すごい満面の意味で、お疲れ様です、おはようございます。じゃあケンさんもアデランスしたらいいじゃないですか。あ、ほんとしないじゃん、しないかな。しないじゃん。まあ、動向はないし、見積もり見せてもらうけど勉強なのかな、ね、自分の動かなんだよね、それは俺が言うことじゃないし、ケンちゃんがそれが本気ってことだと思う。だからさっき名刺交換会の話をケンちゃんしたんだけど、あのケンちゃんも来てくれ、まあ、本当にまあ勉強のためにせっかくその営業やって足場やるんだったら、うん、前のやつも来ればよかったよな。確かに4月の時に、まあ、知っとったけどね、やってるのは来なかったよ、ぬるいわ調子が。名刺も渡せんやん、こんな感じで、こんな感じで東京、大阪、名古屋、うん、5月22、6月19、7月17、月1回、はい、東京、大阪、名古屋ぐらいで、まあ、拠点に1回やってみて、で、できれば20社、30社ぐらい集まるような会員にしたらやっぱすっごいみんなさ、ビジネス熱心にやっとったから横つながりになるよね、下請けっていうよりはなんかそういう風になればなと思ってる、ね、そうね、うん、はい、こっち忙しいんだけど応援してよとか、そういうさ、そうそうそう、横のつながりから始まって足場専門のね、うん、でそれ、まあ、ちょっとやろうと思ってますんで、まあ、ケンちゃんも一緒に行けたらね、ぜひ行ってよ、はい。じゃあまあケンちゃん復活の時は近し、まあ、俺に怒ってくれるのケンちゃんがやるな、やっぱ俺も強いじゃん、悪が強いから、あ、そうですね、言い方とかも全部強い、うわって言うから、うん、決めつけ、お前もだぞ言っとくけど、基本お前彼は決めつけてくる、そうですね、もう固定観念がすごくす、いやいや違う違うって言い出すから、うん、でもそれもうまいこと考えながら、でもそ、うん、その固定聞くもんでしょ俺、いやいやいや、聞いてくれるは聞いてくれる、でも自分の考えを曲げないから、で曲げないんで、いや違うってなるんですよ、若い子たちはそれに、うん、もう言っても社長のあれだなって思うもんで、いやでももう言わんじゃん、で俺はいつも、いやでもさって言うじゃん、だけどそれをみんな若い子が言えんで黙っちゃうよね、うんうん、検証として良くないのがいいのか良くも悪くもね、それが俺だからね、まあ、でもまあそれは社長の自信だってさ、自分の考えで効果ここまで来てるんだから、いやまあここしか来てない、うん、本当にしょぼいな俺って、もう俺ゴルフでも何でもそうなんですよ、人の3倍ぐらいで、まあゴルフは大したことないからね、そう本当にだけどもう血まみが出るものでやってるんでね、練習はまあまあ俺もプロじゃないでいかんけどさ、うん、ずっとさあんだけ練習しとったらもっと綺麗に打つんだろうなと思うけど、もうずっとこんな感じだったね。社長さん、ね、そうそう、何でもそう、仕事もそうだけど、だけどまあ本当にもうちょっとセンスがあったら、まあまあもうちょっといってるだろうなって俺いつも振り返って思う。センスはないの基本。そう、センスがない。でも努力のセンスがある。うんうん、努力はと認めてもらえると思う。努力と人に負けない、負けず嫌いな感じ。なのが、そう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 。何でもそうだね。そう、こうダメだったらこうやってみようっていう考えですね。切り替え、切り替えがすごいと思って。頭よかったら2回ぐらいで言われて、俺大体5回6回当たり前だから、今までここ7転び八起きどころじゃないから、70転び八起きぐらいの感じで転んできてるからね。でそれもまあ人も慕ってくれてると思うしね。それは曲げない勇気も自分を持ってるのもすごいことじゃん、うん、まあまあそうだね、うん、まあ、曲げるとこも曲げる、ね、うん、いいと思って、自分がいいと思ったらそこに行くし、ああそうです、ね、素直に聞けるし、でもそれは自分の中で違ったと思ったら、ま、うんうん、っすぐそのまま突き進んでって、意見も聞くでしょ、うん、まあ、最近なんか、ああ確かにねとか、ああそうだねとか言ってくれるようになりました。だから良くも悪くも流されないって感じですよね。ああ人に流されないんで、自分信じたらやるな、人の意見も。
流されてたら多分ここまでなってない。そうですね、まあ、みんな頑張ってるよね本当に。素直、うちの人間もマジでこれだけ言えるのは素直。それがまあ脱線はする人間だから、そのまたね、まあこういう言い方するとはいいけど、まあ、みんな中卒とかさ、いや直で高卒とかさ、まあ、そんなメンバーが集まってね職人やってるから、やっぱ、まあ、いい意味の脱線力もあるし、だからまあわんぱくではあるけど、まあ、みんな本当ここがうちの人間きれいだな、それだけは本当に言えとるよ。いい人ばかりで、うん、擦れてないね。擦れてない、そうですね、だからまあやっていけるし、まあ、そういう人が俺ん空気あるよね、まあ、そういうことする子が、まあ、いないよ、まあ、みんながそれを潰すっていうか、もういいってお前めんどくさいわっていう空気があるから、そういう子が自然と離れてる、はぶられていくね、はぶられていくね、だんだんね、うん、でそういうのが声が大きくなる会社ってあるじゃん、うんうん、それはないから、まあ、それは素晴らしいことだね。そうじゃない、本当にいないよ、いないですね、まあ、職人だけじゃなくて、うん、営業とかも職人とかもそういうなんか裏が来る人もいないじゃん、いない、うん、本当にいい人だから、そういうやつでも使わないし、相手心配になってくるじゃん。でもそういう人がいなくなってた人たちもかもしれない、だからみんなまっすぐだよね、うん、真摯に仕事しようよ、真剣に、はい、はい、以上になります。はい、じゃあケンちゃんこれからまた登場するかどうかわかんないですけど、していただけたら、うん、していただけたらじゃない、お疲れ様でした。じゃあまた見てやおいしすぎてついてきて、ちょっと上手くなった変わったのかな、変わったのかなみたいな、終わったのか、変えてみようかなと思ってる今ちょっとじゃあ名古屋弁にしてみるか、いやまた見てやも恥ずかしい、なんかふわっとか言ってありがとうございましたみたいなさ、言う人もじゃあ会えるのがいいなと思って、ありがとうございましたパクってるみたいだし、でインパクトつけてかんと。